21日に、急性心不全のために66歳で亡くなった、俳優の大杉さざなみさんの長男で、写真家の俊平さんが27日、大杉さんの葬儀を終えた心境を、インスタグラムとツイッターで表した。俊平さんは、父、大杉さざなみの葬儀を、個人の生前の意思により、家族近親者の身にて執り行いましたことを、 ご報告させていただきますと記した。続けて、俊平さんは、本当にあまりに突然の別れとなってしまいました。信じたくない、夢であってほしい、心からそう思いましたと、大杉さんの休止を受け入れられないことを綴った。また、最後に立ち会うこともできませんでした。一言でもいい、ありがとうございます。 お伝えたかったですと感謝の言葉を伝えたかったとの思いをひでき、対面した父は安らかな顔をしていて今にも起きてきそうな気がしました。あんなに暖かかった父の手、父に触れると冷たくて硬くなっていましたと、そのことによって大杉さんの死を少し理解できた気がしましたと綴った。最後に俊平さんは親父、大好きでした。 心から尊敬していました。その思いを糧に、今はできることをやっていきます。どうか見守っていてくださいと、大杉さんへの尽きない思いを記した。